レバン・コビアシビリは、グルジア・トビリシ出身の元サッカー選手。ジョージア代表でもあった。現役時代のポジションは、MF、DF。ジョージアの数々のクラブを渡り歩き、1998年に SC フライブルクへレンタル移籍。後に完全移籍を果たし、2000から01シーズンはフライブルクは6位と大躍進を遂げ、主力の一人として活躍した。 2003から04シーズンに、シャルケ04へ移籍し、一時代を築き上げた。2009年12月20日、ヘルタ・ベルリンへ移籍し、副将として、若手主体のチームを牽引してきた。しかし、2012年5月15日に行われた2部3位の、ホルトゥナ・デュッセルドルフと対戦した際、審判に暴行を行い、2013年5月16日までの1年間、 練習試合を含むすべての試合の出場停止処分が課された。しかし最終的には2012年12月31日までの約7ヶ月半の出場停止の処分確定となる。ただし、審判への暴力については、小林ビ,ビリ本人ははっきり認めておらず、審議については不明のままである。処分決定後、所属のヘルタベルリンとも契約更新を行う。 2014年のシーズン終了をもって現役引退。2015年10月、ジョージアサッカー協会の会長に就任した。2011年10月12日、ギリシャ戦において、ジョージア代表としては初めての100試合出場を達成。これは2011年12月現在、ジョージアにおける最多出場記録となっている。ありがとうございます。